いやー最近めっきり寒くなって、これからポケモン GO できるかしらと思っていたところ、ホットなニュースが入ってきました。ポケモン GO グローバルチャレンジ。トレーナーの皆さん、世界中のポケモン GO トレーナーの皆さんが力を合わせたら、7日間で30億匹のポケモンを捕まえることはできるのでしょうか。皆さんも、ぜひ、11月20日から始まるグローバルチャレンジにご参加ください。グローバルチャレンジは、26日までの7日間続き、期間中、一定の成果を上げると、素敵な報酬をお届けします。その報酬とは、まずブロンズ、世界で合計5億匹のポケモンゲットで達成、報酬は XP2 倍、ヌアーモジュールの有効期間が6時間、ポケモンが世界中で多く見つかるようになる。次にシルバー、世界で合計15億匹のポケモンゲットで達成、ブロンズの報酬に合わせて星の砂2倍、ポケモンが世界中でより多く見つかるようになる。最後はゴールド、世界で合計30億匹のポケモンゲットで達成、シルバーの報酬と合わせてガルーラが東アジアに登場、カモネギが世界中に登場。というわけでこんな感じです。ブロンズの XP2 倍は嬉しい、シルバーの XP2 倍に星の砂が2倍、これは超嬉しい。そしてゴールド、それらに加えて海外限定ポケモンのガルーラが出現、これはもうゴールドを目指すしかないでしょう。まあゴールドになる気がしますけど、そこは悩んのこと。こういう時に限ってガチで来る可能性もあります。ちなみに私は今日50匹ぐらい捕まえてきたので、1日分の1人分のノルマとしては OK じゃないでしょうか。今日からセブンイレブンで3000円以上の Google プレイギフトカードでポケモン GO で使える道具がもらえます。値段ごとの報酬はこんな感じ。正直あんまりです。ゲーム中に着れるセブンイレブンの T シャツとかだったら嬉しいんですけどね。今回特典のクーポンコードを使ってみたい好奇心からカードを買ってきました。いつもショップの下にあるコードを入力するところが気になっていたのです。ここです。入力終了。ははは、ここで出てくるのね。ふわりふわりポワンポワン、ボールが地味に増えました。近いうちにボールを必要とするので活用したいところです。近いうちとは何か。最後にご報告です。ヒコボン、鳥取へ行きます。鳥取砂丘でポケモン GO どんな動画が撮れるのか楽しみです。それではグローバルチャレンジからのガルーラ捕獲、張り切っていきましょう。